ばんは。おめかししてるって何ですか。おめかししてるって言われた。いつもしてるよ。こんばんは。なんかテロップ書きたいんだけど、なんかうまく打てなくて、うまく打てなくて。ありがとう、評価コメントありがとう。あ、ブログありがとう。ブログ出しました。いつもとなんか雰囲気違う。むくんでるから、むくんでるからか、あの髪の毛を結構うちにグインって入れたから、髪の毛短い時みたいになってる。ほら、うちにギュインって入れたから。収穫おめでとう、思いを手紙にしようかな。待ってます、お手紙待ってるにょん。こんばんは、こんばんは。うちにギュイーンってしてるのかな、それが違うかも。こんばんは。あ、涙袋は成長してるよ泣いたらね。おめでとう、ありがとう、ありがとうございます。2回目のお手紙待ってるよ、待ってるよ。こんばんは、ピカピカもありがとう。本当に確かになんか今日ちょっと違うかもね。なんだろうね、むくんでるから。今日も天才的、ありがとうみんなありがとう。こんばんは、こんばんは、こんばんは。あ、中身変わってないね何も変わってない、中身は変わってない、中身は変わってない。そろそろ本当にお手紙書かなきゃ、ビザ買ってあるんで。それはもったいないよ。だからロールケーキが冷蔵庫にあるのに食べないみたいな感じだよね。こんばんは。お手紙書いてみたいけど、どんなこと書いたらいいんだろう。何でもいいですよ、割と何でもいい。ただなんか私との出会いとか、私の好きなところとか書いてくれたらめっちゃ嬉しいかな。でも全然何でも嬉しいです、何でも嬉しい。全然何枚っていうか、多ければ多いほど嬉しいっていうか、なんかちょっとなんかね、なんていうの、多ければ多いほど嬉しいってわけではないけど、多ければ多いほど嬉しいよなんかそんないっぱい書けって言ってるんじゃないけど、あの多ければ多いほど嬉しいです。こんばんは、こんばんは。おめでとう、ありがとうございます。こんばんは。君に手紙を、気持ちは近いよ気持ちは近い。なんか昨日さ、そこまで頭がいかなかったんですけどね、本当にね、ツアーなんて初めてですから、私北海道に行けるなんて、札幌に行けるなんてね、すごいことですよ。かわいい、ありがとう、ありがとう。時間がない公園大好き、サラもめっちゃ好きです。こんばんは。カニ食べよう、カニね、食べたい、カニ。
こんばんは。こんばんは。お買い出しはいけるね。めっちゃ楽しみです。楽しみ。ジェンガの次ぐらいに楽しみ。コナンの映画に北海道出てくるの？そうなの？こんばんは。ね、時間がない恋も楽しみだね。女の子の第六感と万華鏡しかさ、ユニットやったことないからさ、なんか不思議な気持ちです。今日はもう完全にお休みなので、もう10時に起きて4時から6時ぐらいもう寝てた寝てた寝てました。それぐらいもうぐっすり、2時ぐらいまでは寝れなかったんだけど、あ、1時ぐらい、2時ぐらいかぐらいまでは 寝れなかったっていうか、寝なかったっていうか、もう目、泣きすぎて目が痛くて寝れなくて寝れなくて、でも今も寝たい。ほら、もうなんか最近常に充血してるっていうのもあるしさ、なんか完全にさ、ほら赤いんだよね、ずっと。明日までに治ってればいいんだけどね。明日は制服の目公演です。制服の目公演ね、なんかね制服の目公演だそうだ、制服の目公演だな。明日はそう、眼科行くんだけどね。そう、眼科行くんだけど、でもこっちの眼科わかんなくて、ちょっと今調べて、みんなにでも黄砂なんじゃないって言われる。さつきちゃんとかれなとか、もうめちゃくちゃあからさまに赤いから。昨日だっけ、制服の目やったのって。やばい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 、昨日だよね、制服の目やったのの時も、もうずっと赤くて、でも DMM には多分映ってない、そんなバレてないんだけど、ずっと赤くてみんなに大丈夫、黄砂じゃないこんばんは。こんばんは。ね、なんか昨日って何だったんだろう昨日って何だったんだろうなみたいな感じです。もう、え、ね、思った、触れない方がいいかと思ったって言われて。前髪が笑うともうおんまゆになっちゃって困ってたんですけど、いい感じに伸びました。ちょっとみくるさんに気を使わせてしまったんですよね、おんまゆに。なんかめっちゃ笑ってたらおんまゆになってたらしくておんまゆになってたみたいで、なんか普通にしてると、普通にしててDMM とかに映るときは割といい感じの前髪だったんだけど、普段生活する分にはちょっと短すぎたんですよ。びっくりしちゃったよね。こんばんは。こんばんは。いや、あんまり似合わないんですよ。あんまり似合わないんですよ。ね、みくるさん優しい。みくるさんめっちゃ優しい。サラが K2に来てくれて嬉しいって言ってるな。吉報だから嬉しい。ありがとう。こんばんは。今日はなんかいい感じじゃない？結構伸びたのかな。
なんかこうやってこうこの状態で切るとなんかね、前髪ってさ、ここら辺がね長くなりがちなの、真ん中ゾーン、ここ短、ここ真ん中、ここ短いになりがちなの分かりますか、女の子たち。でもいい感じじゃない、まっすぐじゃない、今日まっすぐでしょ、収穫おめでとう、ありがとう、こんばんは。わかる、わかんないだろ、絶対わかんない人混ざってる、わかるよね、そう、女の子たちはわかるはずなんだよね。だけでわかるの多分。こんばんは。今いい感じ、なんか美容室で前髪切ってもらったりすると割とあのピシッて揃う、こんぐらい、ちゃんと前髪、前髪専用の美容室行くと揃う、前髪専用じゃない美容室で前髪切ってもらうと短くなる、これがオチですね。こんばんはですよ、今日偉い話聞いてもらっていいですかね、偉い話があるんですけど、なんかもう前髪特化みたいな、もう前髪に特化した美容室みたいなとこあるんですけど、どこへでも最近はあると思います、あるんですけど、前髪だけ切りに行ったりするとあれなんですよ。そう、エライビあるの聞く？聞く？今日さ、お菓子食べてないんだよね、偉くない？え、偉いって名古屋弁なの？偉いねとか言わない？てか千葉ってさ、日本でさ、千葉ってさ、日本でさ6番目にさ人口多いんだね。別に話したかったわけじゃない。お菓子食べてないの偉いよね。嘘、偉すぎでしょ。え、本当に偉いと思う。あ、違う意味？違う、いい子みたいな本の偉いですね。え、すごいなと思って、結構なんかちょっとなんか昨日のことがあって、なんか浮かれ気味なの今、浮かれ気味になっちゃってるから、こう今日も「えお昼ご飯ちょっとどっか食べに行っちゃおうかな、ご褒美に」みたいな感じになりかけたんだけど、いやダメだ、サラそれはダメだと思ってダメだよって、そんなよくないよ、浮かれちゃダメだよみたいな、なんかちゃんとお昼ご飯もお家で作って食べました。何食べた？あれ、お昼ご飯何食べたっけ、夜ご飯ハンバーグ食べたんですよ。ちょっとお昼ご飯何、え、本当に覚えてない。天使のサータと悪魔のサータがどうなるそうなんだよね、そうなの。あ、贅沢しちゃダメだよね、ここでね贅沢したらダメだよねと思ってしっかり自炊したんですけど、本当に何食べたか思い出せない。はじめまして、守りたいこの笑顔、ありがとう、収穫おめでとうございます、ありがとうございます。え、何食べたんだろう、いや、こんなに思い出せないことある？お昼ご飯何食べたかわからないんだけど、いや、ラーメンじゃない、焼きそばじゃない、チャーハンじゃない、なんでだろう、めっちゃ思い出したいのに全然思い出せない。
キムチ鍋の流よく覚えてるね。夜ご飯何だったか覚えてるのすごくない？鋭い感じ。本当ありがとう、ジェラシー褒めてくれてありがとう。でも昨日はジェラシーっていうか全体的に楽しかった。本当に全体的に楽しかったです。公演がご褒美に食べたらいいのに。明日ねココアちゃんとねお昼ご飯食べに行けるかも多分。イエイ公演前ショールームだと柔らかい感じなんです。鋭いですよ鋭いですよ、もうナイフのように鋭いです。いや絶対食べたんですよ。結構なんかしっかり食べた気がするんですけど、何食べたんだろう。昨日楽しかった、よかった。いやなんか普通にあの私の立ち位置からだとあのアンズさんのペンライトしか見えなくて、あ教えしたんだと思っちゃってびっくりしちゃったんですけど持ってましたね。どうもありがとう。多分いける、もういける感じでしょ。ココアちゃん違うの、ココアちゃんで話したいこともいっぱいあるしさ、でもココアちゃんと話してるとさ永遠に話出てくるから。こんばんは、どうもありがとう。なんか今のうちにあと1ヶ月しかないから今のうちに本当に12期のみんなと仲良くしたいもっと仲良くしたい。なんかね一旦お別れみたいな感じじゃん。だからなんかちゃんとさ思い出作りたい。こんばんは。ね、そうアンダー終わりのさココアちゃんとの配信とかさなんかできなくなるのかなと思うとさね、しんどいね。ココアちゃんね一緒に配信するのルーティーンだったんだけど、12日の座りツーショットメガネ選択性が嬉しい。そうなんだよ、メガネつけてもいいからねメガネつけてもいいからね。そうでもさみゆちゃんさあの体調崩してたからさ行けなかったんだけどさ、みゆちゃんもさ学校始まっちゃってるからさなかなか行けなくなっちゃってさ2人でさ困ったねって話してんの。困ったねって、次夏休みじゃんね。でも夏休みのレゴランドきつそうだよね、暑いよね絶対。やだなこんばんは、こんばんは。ねでもツアーはさ12期はさ関係ないのかな、どうなんだろうね。なんか一緒にさ行きたいよね。こんばんは。そうなんですよ、夏外出たくないんですよ基本的に。基本的にはい、夏以外にも別に出たくないんですけど外は。こんばんは。メガネかけないスタイルで基本は行くけどメガネも用意するよってことですね。何も言わなかったらメガネかけないです。メガネメガネしてって言われたらするよって。そうなんだ、ツアーはあれなんだ、研究生関係ない感じなんだ。こんばんは。そう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 、いつもしまうポケットにね。あとありがとう。
メガネをポッケにしまう姿が好き。何その絶妙な。まあそう、サタンが交通費出せば来てくれるんじゃない。超難しいかも。ちょっと難しいかも。交通費な、難しいな。メガネ好きってあんま言われたことないから嬉しい。自分でもあんま好きじゃないからね。でもメガネさん、どこに売ってるかもわかんないんだけどさ、できれば本番のに近いやつがいいよね。でも本番もさ、あのメガネってさ、いろんな形あるよね。なんかこういうさ、四角めのやつとさ、細めのやつあるよね本番で。私大体細めのやつが置かれてるんですけど、ランダムだよね多分。メガネのありなし取るには最低2枚は必要やなんてこと。そうなんだよね。なんか基本的にさね、2枚必要なんだよね。当たり前のように。ドキがムネムネすんだ。実感湧いてきた。湧かないですね。湧かないです。ごめんなさい、本当に本当にね、湧かないです。正直しばらくはなんかアンダーみたいな気分でいるんじゃないかって思います。なんか本当に実感湧かないですね。どうもありがとう。あ、そうなの。じゃあ丸メガネの方がいいんじゃん。でもちょっと似合わないんだよ。何も似合わないんだよ。こんばんは、フォローありがとう。でも本当にツアー楽しみ。なんか本当になんかアイドルって感じするよね、ツアーなんてね。普通に人生過ごしてたらツアーなんてしないからね。まあ、そうなんですよね。まあね、高畑さんの卒業公演に、まあ、アンダーとして出ることはかなわなくなってしまったんですけど、でもまあ嬉しいことですからね、昇格は。なんだろう、見に行けたらいいな。見に行きたい。出るって夢はかなわないけど見に行きたい。いや、お会いしたことないですね。星ありがとう。どうもありがとう。でも高畑さんとこうお話した時に、制服の上公演を見に行くって言ってるのに行けてないよねみたいな感じで言ってくださって、絶対行くからねって言ってくださったから、もう私は嬉しいです。ぜひ来てください。こんばんは。いや本当にね、でもなんかそうやってさ、なんかね、別にさ、見に
見に来なくてもいいわけじゃないですか、お忙しいのに。なのにそうやって言ってくださるだけで嬉しいです、本当に。だって自分がさ、ステージをさ見る側だった方にさ、自分のステージ見てもらうなんてさ、素晴らしくないですか。素晴らしいですよね、本当に。こんばんは、こんばんは、こんばんは。なんかお家にあったリンゴジュース飲み切っちゃってちょっと困ってるどうでもよどうでもよくないいや本当にさ、佐藤小学と完売おめでとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう。来てくれるのかにゃいちごミルク買ってきな。え、やばい、なんかいちごミルクの存在忘れてたんですけど私。そうだ、最近いちごミルクがコンビニから消え去ってる件について討論しませんか。あ、別に討論することはないんですけど、あのいちごミルクがコンビニから消え去ってきてるんですよ。気づきました、皆さん。なんかなくなってるんですよ、結構結構なくなってて、いやもうその陳列棚のもうそのいちごミルクの部分がなんか別の飲み物にも変わっちゃってるんですよ。だからいよいよ本格的にネットで箱買いする時が来てしまったかもしれない。でもなんかね、意外と今忘れてたから、いちごミルクって言われなかったら別に飲まないでも生きていけるのかじゃあこうブーブーでさ、こう毎日のように飲んでるともう必要必要もう必要必要だよーみたいな感じだけど、一回忘れちゃうと意外といけるのかもしれない。箱買いしたら1日1本飲んじゃうよね。え、わかる、そうなんだよね。20本入りとか買ったらさ、そんな20日でなくなるよね。それを考えるとまだ1回1回買ってる方があれなのかな。ありがとう。でも昨日の朝こうコンビニでパンとなんか元気が出るみたいな飲み物買おうとしたんですよ元気が出るみたいな。あ、そうなの、元気が出るみたいな飲み物買おうとしたらなんかめっちゃめっちゃ寝ぼけてたのか知らないんですけど、間違えて隣のカフェオレを買っちゃって、でそう隣のカフェオレをなんかわかんないんですけど買っちゃってて、でこうもう移動中に飲もうと思ったらカフェオレでやばってなって、ココちゃんにやばい、サラカフェオレ間違えて買っちゃったって連絡したら、なんかなんて言ってたんだっけ。でもその後会った後にそのカフェオレは甘いやつだよって言われて飲んでみたら甘かった。でもカフェオレはなんか苦いイメージがあったんですけど甘かった。もうほぼコーヒー牛乳みたいな感じだった。なんかエナジードリンクじゃなくてなんか元気出るみたいな、なんだっけな、なんかこうヤクルトとかそこら辺のなんか乳酸菌飲料ゾーンのカフェオレの隣にあったんだよね、多分ね。だびっくりしちゃった、びっくりしちゃった、自分でびっくりしちゃった。ヤクルト1000は熱の時よく飲んでたな。こんばんは、
つもありがとう。チルド系？何チルド系って、なんだろう、なんだろう、チルド系って何？チルド系って何ですか？どうもありがとう。なんかエナジードリンク飲まないんだよね。なんかそんなエナジーを感じないっていうかエナジーをそんな感じない、感じなくて甘いを感じるかな。あ、でも結構前にさ、前日にポジション変わってみたいな時に一回、もう夜だったから、夜公演終わりだったから、もうやばい、もう眠い無理かもってなって、エナジードリンク買った気がする。でもあれ意味あったのかな、わかんない。ね、だからそのエナジードリンクってエナジーチャージできるって思うことによって、なんかマインドコントロールされてエナジーが出るのかなって思った。どうもありがとう。あ、そういうもの？そうか。たくさんね。そうね。どうもありがとう。生卵飲むいつの時代の私ですか、本当に。うん、ありがとうございます。また来た、また来たよ。結婚しないです眠くない、目の調子が悪い。ロッキーかな、違いますよ違いますよ。あと、ありがとう。なんか目の調子が本当に悪くて、最近ね、最近本当に目の調子悪くて、目っていうかもう眼球の調子悪すぎて困ってますね。ロッキー知ってる、06が強い。なんで知ってるんだろう、そう、眼球の調子が悪い、眼球の調子が悪い。
落ちないよ。目赤くなってたのは収まった。いや、赤いのは収まったんですけど、ずっとなんかもうずっとなんか、何それ。ポーションありがとう。マイクラ思い出す。あとありがとう。やばい。なんかさ、意外とさ、なんかさ、すごいんだなって思う。なんか昇格したらゲーム機買うとか結構前に話してたの覚えてる人いますか？買わなそう買わなそう。なんか買わなそう。マイクラやってた。お兄ちゃんがやってて、てかなんかあれかも、お兄ちゃんがやってて一緒にやるみたいな多かったかも。だってデュエマとかさもそうだしさ。YouTube やらなそうやらなそう、やらなそうだよ本当に。買わなそう買わなそう。そもそも昇格するのもう少し先だと思う。いや全然、いやあのごめんなさいですけど、来年とかかと思ってて、普通に普通に。だから実感が湧きません。こんばんは。あざもありがとう。こんばんは。 iPhone でファミコンできるようになった。え、なにそれ、どういうこと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 。でもね、メールの返信はね、みんな手のひら返しだったよみんな手のひら返しだった。なんかメールの返信って、あの28時間の2日間はもう一気に見たのね、昨日の夜。手のひら返し手のひら返しだった本当に。なんかサタンはまだだけどみたいな、サタンは関係ないと思うけど、なんかもしかしてあるかもねみたいな感じで言ってた方とかいらっしゃったんですけど、もう見事にその手のひら返し手のひら返しでですね、あのサタンもできると思ってたよみたいな感じで言ってくださって、まあ嬉しいんですけれども、ありがとうございますなんですけれども、手のひら返しでしたねどうもありがとう。ゆるめありがとう。でも実際なんかそんな、そんなね、なんか私に昇格って言葉を使ってくる人はあんまいなかったから今まで。だから本当になんか誰も予想してなかったんじゃない、誰もそんな言われたことなくて、昇格がなんちゃらみたいな、もうその2文字を私に使われたことあんまないんですよね。数回あったとしても。ありがとう。だから全然本当にわけわかんなかったです。あとありがとう。でもそう、あんま言わない方がいいよね多分。あんま言わない方がいいと思います。あ、そう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 、人生お返しの連続ですありがとう、おめでとう、ありがとう。あんま言わ
ない方がいいよ。あとありがとう。あ、どうもありがとうございます。昇格も完売もおめでとう。これから楽しみだね。完売ありがとうありがとう。待ってるよん。もう自慢していいですか、本当に皆さん自慢していいですか。なんか私の女の子の応援してくださってる方もう百発百中可愛いから、みんな気をつけてね可愛いから気をつけてね。本当にサータンじゃなくてサータンファンのことをお信じしちゃわないでね。もう気をつけてね本当に。そうそうそう、お返しの連続っていうのはお返しの、もうお返しのお返しの、もうそういうことだから、もう本当に。いや本当にね、可愛い子ばっかりで嬉しいです。なんか可愛い子がなんか私を可愛いって言ってくれてるのが嬉しい。こんばんは。こんばんは。こんばんは。あ、どうもありがとうございます。え、わかる。なんかさ、あの握手会と同会で思ったんですけど、レーンのさ、なんかお時間ですとか言うさお姉さんさ、なんか可愛くないですか。え、どの会場でも可愛くてさ、結構さお話ししたいんですけど、なんか絶対お仕事だからさ話しかけてもさ、なんかあれかなと思って。でもこの間一回話しかけたんですよ。ちょっと話せそうな感じだったから話しかけてみたんですよ。この間スタッフさん初めましてだったんですけど、会場のスタッフさんかな、あれ清楚だね、ありがとう。なんかめっちゃあ、そうなの、劇場もなの。いや本当にレーンの女の人本当になんか可愛い人多いんですよね。だからそのちょうど人がいなくなった時とかに、なんかなんて話しかけたんだっけ、なんか話しかけたんですよ私が。そう、時間計ってる人かな、紙数えてる人何枚みたいな。なんて話しかけたんだっけ。あ、なんかずっとこれずっとこのレーンで立って作業するんですかみたいな。その時一部だったから大変ですよねみたいな感じで言ったら、なんて返ってきたんだっけ。でもなんかちょっと話せた、ちょっと話せたよ、ちょっと話せたけど、なんて言ってたっけなんて言ってたっけ、なんて言ってたかな。あとありがとう。普通に思いません、なんか
自分じゃない人のさ人生ってさ、なんかどんな感じなんだろうって思いません？昨日そのなんていうの、街中でさこうすれ違う人もさ、なんかお家があるわけじゃん。お家があってさ、なんか帰り道とかあるわけじゃん。なんか気になるよね、普通に気になるよね。あ、今日久々にキャベツ食べました。ちょっともう千切りめんどくさすぎて、なんかもうこんぐらいな、もう千切りじゃないよね、もうこんぐらいの縦長切りみたいな、短冊切りみたいなさなっちゃったんだけど、食べました。マイアクションのスタッフさんにめちゃくちゃ丁寧に挨拶して、レンから去っていく、去ったいい子すぎて惚れた。ありがとうありがとうありがとう、こんばんは、あとありがとう。夜ご飯もね、夜ご飯も覚えてるよ。だから次もちょっと話しかけたいなって思う。でもツーショット初めてだからちょっと話しかけれないかもしれないけど、お帰りの時とか話しかけられるかな。可愛い人と話したいよね、普通に。だから今日の朝ごはん何食べたんですかとかちょっと聞いてみようか。あとありがとう。こんばんは。疲れてるかもしれないから適度にね。そうだからなんか元気そうな方に声かけたんですよなんか元気そうな人、なんかそういう結構真剣にやってくださってる人に話しかけない。なんかちょっとたまに目あったりする人に話しかけましたよっか、ありがとう。どうもありがとう。12件はツーショット会初なの。そうです、初めてです、本当に初めてです。こんばんは。アイス食べたい、アイス食べたいな。でも我慢。こんなね、もう9時半だからね。私 MBTI やり直したい。 MBTI 絶対本当に変わってるからやり直したい。ありがとう、偉いって言ってくれてありがとう、みんなありがとう。こんばんは。こんばんは。そうなの？塩派なんですか？リカさん？結婚しない？結婚しない？でもなんか昨日もうあの時はもう何も見れてなかったんだけど、なんか写真流れてきた写真見てさ、本当に優しいなと思って、リカさんもあやめろさんも本当に温かすぎませんか。 K2 の先輩方温かすぎて、温かったよね
暖かかったよね。だってさ、まだなんか私なんてさ、アンダーもさちょろっとしか出てないし、まだ半年しかいないわけで、なんかそれなのになんか優しすぎませんか。暖かすぎて、合ってるよね、暖かいよね、暖かいよね。ねえねえ、暖かじゃないよ。だから本当になんかもう嬉しいです、本当に嬉しいです。なんかもう今はめっちゃもう本当に不安なんですけど、不安、めっちゃ不安なんですけど、本当にそれがさ救いですよね。先輩方がさこんなに温かく見守って、あ、ちょっと待って、あのそれは違う、それ違う曲振りだ、ごめんなさい。ごめんなさい、違いました。愛理さんに話なんちゃらとき、小さい声で可愛いって心の声漏れるのだめ。え、なんで、え、漏れてましたか。そうなの、愛理さんってどっちの愛理さん、もしやなんか言ってましたか。どっちの愛理さんだ。あたたたた、いい配信で売れていい。なんかもう嬉しいですね。水谷さん可愛いって小さい子で言われてる。初アンダーの時ですかね。私覚えてます、なんか可愛すぎて言っちゃったんですよね。覚えてます、私が初アンダーの時に、多分その時だと、もしかしたら他の時にも言ってるんですけど、あの初アンダーの時にもう廊下でもうめっちゃ泣いてたんですよ。もう私なんかすごい泣いてる人みたいになってるんですけど、あんま普段泣かなかったんですよ、もともと。 SK に入ってからなんか高頻度に泣くタイミングがあって、こうなってるんですけど、本当に廊下で泣いてて、ミオさんとかがなんか大丈夫だよみたいな感じで慰めてくれたんですけど、しばらく経った時に愛理さんが本当に急にですよ、急に来てくださって、結構廊下にいたんですよ、もう本当に廊下にいたの。なのに愛理さんがわざわざこっちに来た時に、なんでわかんないんです、来てくださったのか何かあって来る用事があったのかわかんないんですけど、来てくださって、なんで泣いてんのみたいな、もうなんで泣いてんのって言われたらもっと泣いちゃうんですけど、なんで泣いてんのみたいな感じで言ってくださって、本当になんか励ましてくださって、で励ましてくださってる中で可愛くて、顔が可愛くて可愛い泣きながら多分言ってたんじゃないかな。なんかあの時言ってた、初めて愛理さんの顔を間近で見たんですけど可愛くて多分その時のことを言ってくださったのかもしれない。本当に
可愛くて、可愛かったです。可愛いです。可愛いしプロです。どうもありがとう。どうやったらあんなに、なんかステージでなんかプロになれるんだろうって思う。だからその K2 に入ったら愛理さんの背中を見て育ちたいと思います。本当にすごい、本当にすごいです。愛理さん、なんであんなにプロですか。なんか片言になっちゃった。本当にプロじゃないですか。あと、ありがとう。パフォーマンスが本当に上手で面白い女、ありがとう。こんばんは。ありがとう。こんばんは。お姉さんには無理ですって。違う、それはパフォーマンスをってことです。もう性格はもう自分ですよ。自分ですよ、もちろん。パフォーマンスが本当に水野さんがかっこいい。うん、ね、だってもうリハーサルの時に、昨日かな、あのチェリーセブンティーンのリハーサル見た時に、愛理さんが歌い始めた時にココアちゃんと私が歌うまっ。もう心からもう声出ちゃって歌うまっ。二人で言ってました。どうもありがとうございます。うまっ。どうもありがとう。サタン、顔も仕草も可愛いしダンスもめちゃ綺麗だよ。目引く。ありがとう。ズッキュンだ、ズッキュン。ズッキュンだよ。どうもありがとう。ね。ビューティフルのリハ、え、そんな見てた先輩、え、わかんないですね。わかんないです。本当にアイス食べたい。え、でも我慢しようね。我慢しようね、これはね。ハート、ありがとう。でも見送りはね、本当になんかこう隣に先輩が当たった時いらっしゃるじゃないですか。で、横にゃんさんとかも本当にすごいなって思う。お見送り、こんばんは。サータン、全然虫歯できなさそう、知らんけど。え、私虫歯ないんですよね。で、なんか歯医者さんにこの間普通に通院で行ったら、初めて
あのこっちに来てから初めて歯医者さんに行ったんですけど、なんかなんだっけ、歯質、初めて髪質とかじゃなくて歯質がいいって言われて歯質がいい初めて言われて、歯質がいいから多分虫歯とかできない歯質なんだよねって言われて、歯質って初めて言われてびっくりした。歯質って言うんだね。普通にあのお医者さん、歯医者さん、歯医者のお医者さんにあの歯質いいから本当になんか歯質が、あ、女の人なんですけど、あ、鈴木さん歯質がいいので多分虫歯とかもできない歯質なのでみたいな言われまして、え、ね、初アンダーの時もさ号泣してた時にさ、ね、愛理さんね、なんかもう愛理さんには助けてもらってばっかなんですけど、なんかいつか私が助けますって感じです。何言ってんだこいつ何言ってんだみたいな、後輩の分際で何言ってんだみたいなね。はい、こんばんは。笑った顔かわいいし歯質良さそう、え、ありがとう、笑った顔かわいい、ありがとうふふふ、歯質って言われましたね。ほら、ありがとう、あ、どうもありがとう。え、本当にね、歯質がいいんですよ。だから虫歯ができにくいんだってこの歯質は。夢、ありがとう。画面越しでもわかる？歯質がいいんですよ歯質です、歯質がいいです歯並びも悪くないんですよね結構。こんばんは。そう、歯並びは結構なんちゃらしてないのに綺麗な、なんだろう、何してる、何してる、あ、矯正、そう、矯正したことない、なんか髪の毛も歯も矯正したことなくて。こんばんは、あと、ありがとう、あと、ありがとう。ホワイトニングもしたことないんだよね。こんばんは、でもまあ歯質にもね、上は、上には上がいる。はい、あ、どうもありがとう、あ、どうもありがとう、あと、ありがとう。歯質で負けてもそんなに悔しくないでしょ。もう悔しいよ、だって歯質がいいって言われたんだ歯質がいいことを自覚したからね、ダメでも歯質いいから、どうもありがとう。
シャダの笑顔は100万ドルの笑顔。100万ドルの笑顔いくらだ、100円かな。そう、画質がいいんですよ。あ、ありがとう。でもなんか千葉県出身ってさ感じしないよね。本当になんか千葉県出身顔じゃなくない？どこ顔だと思いますか皆さん。なんか千葉県出身で予想できた人一人もいないと思います。私の顔、神奈川めっちゃわかるめっちゃわかります。なんか神奈川っぽいんだよね。神奈川と、え、そう、神奈川東京あたりの顔してるよね。なんだろうねこれ。でも北海道側が一番なんか言われて嬉しいかもしれないね。なんか色白って感じする北海道。関東がえ、本当にさ、なんか神奈川感がさすごくない？髪の毛、福岡初めて言われた。ほら、ありがとう。ね、関西なんだろうねこの違い。関西側じゃない、本当に関西側じゃないんだよね。なんだろうね、千葉側でもないそうなの、なんだろうね。SKE 出身で千葉の人いた？千葉出身で SKE の方ですかね。全然いましたよね。今は私だけなんですよ。いらっしゃいました。こんばんは。なんやねん。いけるよ。大阪の仲いいお友達いるから会うたびに習うよ。なんやねん、なんやねん、結婚してやだなんやねん。毎回習ってます。その子に会うとまた会えるんですけど、もうすぐ多分。なんやねん、なんかこう上がるんだよね。どうもありがとう。こんばんは。関西なら神戸っぽいだって。え、何？都会の女感がある。都会な感じする？ちゃうねん。マクド行こうか。え、でも方言とかいいなって思う。え、そうなんだよね。
ユニバなんだよね完全にユニバ派なんですけど、でユニバーサルじゃんってなるんですよ関東民からすると。ユニバーサルスタジオジャパンなのにユニバなんだみたいなね。千葉にも方言あるの？あるの？全然聞いたことない。全然2度目ありがとう。ファミマ、関東はユニバです。明日制服の目公演です明日制服の目公演です。一日秋の制服の目公演ということで楽しみですね。また大きいコールが聞けると嬉しいです。そうなんか21日はなんかいっぱいファンサーするみたいに言ってたじゃないですか。お見送りがないのかなって予想してて、お見送りなさそうな気がしてて、28時間配信なんか特に言われてなかったんですけど、お見送りないだろうなと思ってて、一応頑張りました。全員見つけた、全員見つけたよ。しっかり絶対お見送りない。なんで分かってたんだろう。だからその分ちゃんといつも以上にレスしました。でも明日はねあるから、絶対あるよね。配信だったからなかったんだと思うので楽しみですね。お見送りまでちゃんとある。で、こがちゃんともひろごはん行けるだろうし、幸せだ幸せだ。幸せだ幸せだに。なんだっけダニーって、なんちゃらダニーっていうキャラクターなんだっけ。幸せダニーみたいな言う、なんだっけ。こんばんは。コマさん、コマさんは違うよね。コマさんって なんちゃらコマって言うんだっけ。なんだっけ、いつも今日は特別にって前振りしてお見送りそうですよ特別なんですからね。はい、なんかキャラクターあるよね、なんちゃらダニーって言う。何っていうキャラクター何でしたっけ。多分今頃誰かが調べてくれてると思います。はい、こんばんは。なんちゃらダニーって、待って、ウサビョンなんだっけ。待って、ウサビョンってなんだっけ。え、それ妖怪ウォッチかな、確か妖怪ウォッチかな。ウサビョンってなんちゃら何、めっちゃ懐かしい。多分妖怪ウォッチぶりに聞いたかも。ウサビョンだった、ありがとう調べてくれて。あ、ウサピョンね、やば。え、宇宙服みたいな着てるやつかな、ウサギの。なんかそんなイメージある。なんちゃらダニーって、
眠いダニー的な感じ。なんちゃらダニー。え、そうだよね。うわ、いいね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 。こんばんは。なんちゃらダニー。サラちゃんめっちゃ妖怪ウォッチ世代だよ。でも妖怪ウォッチの鬼時間っていうのが怖くて妖怪ウォッチあんま好きじゃなかったんですけど、アニメは結構見てました。全然覚えてないけど。それこそあれですよね、うわ、また忘れちゃった、また忘れちゃった。パルルさんとかがさ、妖怪ウォッチの歌歌ってたじゃないですか。まあ、なんだっけ、名前忘れちゃった、忘れちゃった。ありがとう。あ、ニャーケイビーそうとか、めちゃくちゃ世代だからね、ニャーケイビー世代え、そうだよね、なんかめっちゃ覚えてる、サピョン ね、そうだよね、取り残され、そうだよね、なんかちょっとかわいそうなんだよね、サピョン。初めて宇宙に行く小動物になるはずであったが、実験中の不慮の事故で亡くなり妖怪となり。え、かわいそう、めっちゃかわいそうなんですけど、普通に設定がめっちゃかわいそうなんですけど。やばい時間、さっき昨日気づいたんですけど、そこに飾ってある時計が多分5分ぐらいずれてて危ないので男女見ます。13位サータン、12位サータン、11位メロンパン、10位お星様、9位サータン、8位サータン、7位サータン、6位サータン、5位サータン、4位ベレー帽、ベレー帽じゃない、ニット帽、3位サータン、2位サータン、1位サータン。ありがとうございます。今日もサータンだらけ、ありがとうございます。好きとかけずにタラララ タラタタタラタラララタタラララタタラララタタラララ。僕は普段手紙を書きません。でも急に、でも君、でも急に君に、でも君に急に、でも急に君に手紙を書きたくなったんです。読んでもらえますか。みやみちゃんでしたね。おやすみー。そう、でも急に君に手紙を書きたくなったんです。ね、ありがとう、5月12日待ってるよ。でも急に君に、でも急に君に、でも急に君に、あ、お手紙もらった方いるかわかんないんですけど、お返し待ってます。ゆうねさんファンの方でした。でも急に君に手紙書きたくなったんです。でも急に君に手紙を書きたくなったんですね。あと何分だろう。時計がずれてるからさ、昨日もさ、なんか話してたらさ終わっちゃったんだよね話してたらさブチって切れちゃってさ、困ったんだよね。困った困った。手紙前回当たった女の子が返してくれたんですよ。私推しじゃなかったんだけどね返してくださって嬉しかった。だから変なとこ、え、そう、変なとこで終わった。え、もう本当にさ話してたらさ終わっちゃってさ、あれーってなった。びっくりした、びっくりしました。
びっくりチャンネル。もうチャンネルはもう私の中でだいぶ流行り過ぎ去ったのでもうチャンネルはね過ぎ去ってきた。早いからね流行りは。バイバイ、また明日制服の目でお会いしましょう。バイバーイ。飽きてるの感じてたってよくないよ。千葉の方言じゃないわ勝手に方言しないでください。しないでチャンネル、ありがとう。だるまかしー。